声援でいいですか、大きなご声援でお迎えください。さあレクサスチーム2番はどうぞ。続きましてレクサスチームレッツポンパンド坂東正孝監督、レクサスチーム永遠と持つ伊藤大輔監督、すいません、あのジュイさんの都合でもう一回やります。さあいきます、レクサスチームルマンワ高専脇坂純一監督、この前これやってあんまり成績良くなかったのでやめときました。そうしましたか、そうしましたか。ジュイさんキース見ました、キース違うキース見ました、キースキース何ですかキースって、いやキース見ましたか、見てないです、いや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 、何ですかキースって何ですか、今の写真撮ってね、ご声援いただいてね、お気が済みましたか、あ気が済みましたか、はい済みました、ありがとうございましたまさかのこれ3回言うっていうね、もう本当にまあまあそれよりもまずですね、伊藤監督ポールポジション獲得おめでとうございます。ありがとうございます。別に伊藤監督がポールポジション取ったわけじゃないそうですよ、19号車から移籍した関口が19号車以来の2回目のポールポジションをこなすわけで、バンドちょっと待って、ちょっといろんなところに迷惑がかかりすぎてる、これ、はい、まず謝ろう、横浜さん大変申し訳ございません、申し訳ございません、いやこれ本当やばいっすよね、本田さん、本田さん大変申し訳ございません、申し訳ございません、スバルさんすいません、もうかつて選挙してしまいましたと申し訳ございません、申し訳ございません、本当にもうたくさんのお客さんを集めていただきましたね、すごいっすね、大丈夫ですか、できたらあのスバルのテントの中におられる方もこちらの方を注目いただきたいそれはせや、それはせや、よろしくね、なるべく見ていただきましょう、横浜のテントの中で見てはる人やそうですねすいません、その後必ずホイール2本ぐらい買っといてください、お願いしますね、すいません、まあでも昨日はね、はいはい、トムスでしょ、トムスですよ、ね、気持ちよかったですね、本当に、はい、フロントロール独占ですよ、かっこよかったですね、ちょっと痺れましたね、痺れました、痺れました、そしたらもうタシさんは俺はもう 80% ぐらい満足してるから明日は 20% どうでもいいみたいな感じでちょっと待ってくださいと、本番今日ですからみたいな、そらそうです、はい、そらそうです、でもその前の SF でも勝ってるじゃないですか、そうよ、でそっからの勢いで、そうですね、すごいですよね、だから星野さんもちゃんとあのピットに来て、うん、関口におめでとうって言いに来てくれましたからね、胸キュン、でもあのなんか SF の時になんかあの予選が土曜日できなかったんですか、あれ、はい、できませんでした、ほんで星野さんお客さん200人ぐらいやった時、そうね、ほらやめなさい、そう、ね、悪天候の中来てくださったんです、星野さんがなんかこう、はい、インタビューで受けてるやつが動画に載ってたんですけど、うん、こんなね雨の中もう予選なんかやってらんないよみたいな、うん、もうやっぱ6月のオートポリスはダメだとか言ってるんですよ、うん、6月と思ってで、タチさんが5月ですよって言って突っ込んでたんですけど、うんうん、それでも気づいてない感じでしたね、あらなんか多分まだあれですかね、雨が降るといえば6月っていうね、だから星野さんちょっと聞いてみてください、わかりました、はい、次のスーパーホームランです、梅雨のね、でもその中でね、うん、関口がぼやぼやぼや写真撮んのやけど僕のローアングルやめてくれる何かがやめなさいやめなさいやめなさい恥ずかしいからね、そうやな、ちょっと恥ずかしいな、ええやで写真いっぱい撮ってな、どうですかでも、ああいう時はあの写真ダメですからね、いやいいですよ、 SNS も禁止ですから、いやいいですよ、やめなさいやめなさい、関口の話聞こう、やめなさい、いや今日お前よう喋んなほんま、まだ喋ってなかったっすわ、ちょっと控えめ、お前しかも監督トークショーでレースの話してるやんけ、そうだよ、だってお客さんびっくりしてはるやんか、レースの話してはるわ、レクサスワンツーですからこういう時ね、やっぱいやなんかね関口もあの気分がいいみたいで、はい、ものすごくなんか低姿勢で、はい、あのもう ありがとうございますありがとうございますって言って、昨日もみんなであのチームで焼肉食べに行ったんですけど、ね、聞きました、はい、そしたらもうなんかもう何あのウェイターのような感じでもう自分自ら動いて、えどうしたんその関口みたいな、そんな雰囲気で、あら心改めて、うん、でも朝からうちのピットでカップラーメン探しました後で SNS であげますけど、俺それはルーティーンですかね、もうまさにカップラーメンないですかと思って一言もなんかそれを食べないと、えファイヤーメーカーもチームも違うわけですから、はい、あいつはと思って、まあまあ彼のエネルギーですからね、いや本当そうですよ、はい、アイデンティティですから、うん、もうすでにね、はい、でもラーメンはどうでした昨日監督として見てて、いや良かったですよ、いや監督として見てて、はい、いやヒヤヒヤはしましたけども、うん、あのでもね、うん、あの中島和樹、関口も頑張った、はい、でもあの2人がものすごくね、うん、その Q1 と Q2 に向けて の、うん、そのセッティングの細かい話で、特に中島和樹もそうですけど、関口がその中島選手のコメントを聞いて細かいことを煮詰めていった、そんな当たり前ちゃう
今日はようしゃべらはるし、もうそんな、まあ、もう少しちょっと黙っときます。あれね、トムスのあの平川と関口のあの意地の張り合い良かったですね。今日朝から平川亮でね、ものすごくあの不機嫌そうな、もう悔しそうな顔してますけど、まあこのあの関口の予選での勝利がまた平川を速くするし、ね、また関口もまた平川に負けないようにって、あのね、SF でも同じジムでやってるでしょ、はい、なんかそういうの見てて、ね、年寄りとしてはワクワクしますよね。良きライバル関係がね、感じしますね。なんかお互いがお互いを早めていくでしょ。そういう意味では他のチームにいてるトヨタのドライバーたちも、ね、あの戦いを見ててうかうかできないなっていう心境で、あの昨日の予選を、はい、あのレクサスのね、他の10人のドライバー、見てたんじゃないかなって思いましたね。綺麗にまとめてくださいましてありがとうございます。はい、どうだったんですか。いつも通り織田さんの話しても大丈夫やで。違う、どうですか、山県。僕良かったですよ、山県早かったですしね、ちょっとあの朝のタイヤの使い方で大島にタイヤをね、2タイヤを用意できなかったんで、そういった部分ではちょっといきなりアタックさせて迷惑かけた部分はありますけど、で大島もあれフォーミュラー良かったですね。ああ、そうですね。本当本当。あれが監督が良かったんじゃないですか、片岡監督が。まあそんなことは多分絶対ないと思う。いや、そんなことない。そんなことない。だって今季初表彰台でしょ。僕があの監督がやってたら多分優勝してたと思うし。いやいや、だから今変わればいいんじゃない、片岡と。え？スーパーフォーメラしといてへんやん、こんな集まってくれへんやん。そんなことない。特集やっても特集ないで。そんなことない。その代わりあのスーパーフォーメラこのためだけに来てんねんから。いやスーパーフォーメラ本日のメインイベント。今だったら何やったらもう近鉄乗って帰ってもええから。でもいや土屋さんとのどうだったんですか、昨日。面白かったですよ。あ、そうですか。土屋さんとのトークショー、BGS のあちらでやらせていただいて、この3分の1ぐらいの人が来られてる、来ていただいたんですけど、土屋さん、うえ、すげえ人って言ってたから、一回ここに連れてきたらどういうことになるのか。出てもらいたいですよね、でも。いや、しーちゃん、しーちゃん、聞こえてる。まあ、そう、あのね、11 T シャツを着ていただきまして、土屋さんに。あら、皆さんね、今前で着ていただいてますけど、はい、11 T シャツ顔このぐらいなんですけど、土屋さんの顔3倍ぐらいの顔で作ったんです。気づかなかったんですけど、なるほど、もう楽しかった。まあ、あのそちら多分誰かが YouTube 上げてると思います、そちら見ていただいて。続きはウェブでないですよね。まあでも本当にね、あのたくさんのお客様お集まりいただきましたけれどもね、はい、まあ、あの今年あんまりね、いい状況でレースできてなかったですから、やっぱ嬉しいですよね、こういうね、土日通して晴れて、そうですね、レースできるってことがね、まあでも前回セルモが勝ってレクサス来てんじゃないですか、はい、いや、どうですか、坂東さんとこは。まだ始まってないです。いや、始まってるよ。ちょっと開幕戦終わった時にもうランキングトップだった。いやレクサスランキングはタイからタイまでっていうの、僕のまだ始まってない。タイからなんですよ。じゃあもうすぐシーズン終わるやん。そうなんですよ。シーズン終わっちゃいますよ、ほんまに。はい、いやでも全然あれですよね、まだ全然狙っていってますよね。狙ってますよ。そらこのままやったらね、カップラーメン探しに行くだけに存在するチームみたいな。もうだってレース頑張ってますって言われるか、トークショー YouTube 面白いですとか、あれはなんか考えてんですかとか言って、うん、でもお前も YouTube 面白いってよく声かけられんやろ。もういつも言われる。なんかね、どんどんその声、もう監督トークショー楽しみにしてます、今から行きますっていう人の人数が増えてきて、増えてきて、そのために僕喋りませんけどみたいなことを言うんですけど、一切喋ってないくせにね、見てますと言われてもね。でも今日はよう喋ってくれはって、さすがにやっぱり。いや、もうそれやめてきます。いやいや、喋ってください、喋ってください。でもね、やっぱりたくさんの人が来てくれるんで、ね、はい、でもこの前、監督トークショーの YouTube を見て、それが面白いと思って初めてサーキットに来ましたっていう節であったんですよ。わあ、嬉しいですね。だけどなんかそこで言えるかなと思ったら何も言えなくて、小暮さんも面白いですよって言ってです。小暮さんも面白いですよ。面白いんですけどね。返しました。面白いんですけどね。なんかあげたかったなと思ったんですけど、ね、何をあげるんですか、お土産。そうです、お土産何かね。まあでもちょっとマサ監督、このねトークショーで喋ってる時の雰囲気と、ピットで会った時の雰囲気の、まあ、あのオンとオフがすごい。そうですね、もうこっちはこっちはだってギャラもらってますから。いや、やめなさい、やらしい、やらしい。あっち側で自腹ですから。やらしい、やらしい。そうやな、向こう自腹やな。自腹、むしろクラッシュしても何しても自分でお金払ってレースしてんねんもんな。そうですよ、年間1億7000万ぐらい使ってるんですよ。いや、やめなさい、やらしい、やらしい、本当に。もうそのお金が全部パパのとこ行くんですから。そうですね、ね、本当にもうほらほら、もう完全なる癒着やねん。癒着です。で、今ね、働き方改革とかいろいろ大変なわけですよ、メカニックとか。そうですよ、そうですね。あ、そうなんですか。そうなんですよ、やっぱ中小企業も4月から、来年の4月からね、こうやっていかないといけないと。で、やっぱね、こう、メカニックなんかも増やさないといけないなと思ったんですけど、僕のお父さんは、お前の会社は会社じゃないんじゃないかって言って、だから大丈夫だろうみたいな。
言ってたんで。何それ団体？うん、そうそうそう。まあ、組以前言われたことあるんですよ。お前の会社は会社っぽいけど会社じゃないって言ってて、うんうん、俺はどこに勤めてんだと思ってたんだけど、そうですね、でも働き方改革でたくさん社員を入れなくてはいけないっていうちょっと相談をした時は全く言ってなかったんで、はいはい、うん、まあ、そういう人がトップでやってる以上は、うんうん、まあまあ僕が癒着でね、なんとかこの業界癒着言う、はい、癒着何回も言わなくていいです。いやでもね、やっぱりこうお客さんがこんだけ入ってくれはると、ね、ね、トークショーでもちゃんとしなあかんね、ちゃんとしたあかんっていう気持ちは生まれてくる。だから本当今度小暮さんも呼んであげたいです。あら小暮さん面白いじゃないですか。小暮さんだってね、この前、うん、小暮さんと仲いいですか。まあ、ホンダの頃一緒にね、まあ、やってましたから。どうなんですか、まあまあ、なんか最近出てますよね、YouTube、はい、うちのチーム、あのチームじゃない、チームうちのチーム、あれうちの番組に、うちの番組に小暮さん、めっちゃ面白いでしょ。面白いです、ね、あれ僕が推薦してずっと言って小暮小暮って言って、はいはい、で小暮さんって言って GT300 ねどうですかって言って、はい、インタビューじゃないけど聞いたんですよ、うん、いやマジ GT300 すごいわって言って、うん、何がすかって言って、いや台数多いって言ってでちょっと待てと思ってお前500乗ってる時に300の台数分かってなかったのかと思って、小暮はもう小暮レベルになるともう集中するんで、はい、もうその15台に集中してレースをしてるから300見てないです、はいはい、300見てないの、見てない、だいぶ抜いたでしょ、見てないです、見てたら後ろから正面衝突とかそういうのいやだからマジ本当今まではね折戸さんとかいろんな話をしてきましたけど、うん、やっぱりね現役だともう小暮はピカイチかなと、うん、ちょっと頭抜けてますか。いや頭抜けてますよ、しかもドリフトとかが大好きで。あ、そうですよね、以前から片岡、うん、俺、はい、アラ、次男とかでみんなでこう壮行会とか行ってたりしたんですよ。で1回ね、うん、ドリパーを借りて、うん、富士のドリフトスピードパークを借りて、うん、ちょっと聞いてる、聞いてますよそれでドリパーあのその当時はホンダだったんですけど、あいつ86乗ってて、はいはい、トヨタのね、はいはいはい、ほんでコースアウトしてスピンして、うん、もう走れなくなったんですよ、うんうん、だけどあい小暮と次男は毎積載、はい、自分であのレンタカーで積載車すごいです、ね、うん、積んでくるんですよ、はいはいはい、で小暮スピンしました、うん、小暮の車走りません、はい、でそれをレッカーして積まないといけないんですよ、はいはいはい、でそこに、まあ、誰かが乗るって言って、うん、まあ、とりあえずアラを乗せて、うん、はい、で積載車乗っけて、はい、じゃあウインチでビーンって引っ張って、うん、したら小暮焦ってて、うん、もう自分がスピンして壊しちゃったからそしたらアラが乗ったままそのまま富士スピードウェイ出ようとしてガッチャとかしてないんですよアラで小暮ってやったんですよ俺の肩が小暮ってこっちってあいつバイバイと思ったらいやマジでウィーンって言っちゃってずっとブレーキ踏みっぱなし、いやいやアラがこうやってて86乗っててねえちょっとすごい、いやすごかったんですよ、ちょ貸してみぞちょっと終わらせていただきますすいませんこんな感じでね、非常に申し訳ございません、そんな小暮選手本当ですね、だから次 JLOC だから、ね、88号車かな、そう、乗ってますんで小暮選手応援いただけたらなと、はい、あのレクサスブースからですね皆さんにお伝えしたいのは、はい、本日、鈴鹿、はい、スーパー GT 第3戦鈴鹿、うん、見どころは小暮選手とランボルギーニの小暮選手というところで、いや、やばいぞ、レクサスブース、ここレクサスブース頑張ってください、もうすいませんね、もうね本当に申し訳ございません、あのそういうわけでですね、あのトークショーの方終了とさせていただきたいんですけれども、はい、写真撮影ですねこのまま行いますので、皆さん後方遊園地の観覧